なるほど。はい。うん。うん。プラスでは配慮する。はい。次に温帯低気圧の動き方について説明していくんですけど、温帯低気圧というのは、はい、西寄りの風、偏西風っていうのが吹いていく、西から吹いていくことによって、はあはあ、まあ西から東へ動いていく、はい、なるほど、動きね。はい、西から東へ動くっていうのが本体の時です。なるほど、それ結構大事だね。はい、あ、次々出てくる。はい、お、よっ、いや、お、何、人気者、本当大変、はい、本当大変、いいじゃん、シッ、シッ、お前、発しろよ、発しろよ。寒気と暖気がぶつかって、温帯低気圧っていうなるほど、はいはい、どっかに境界線が絶対あるんですよ、はい、あ、なるほど、冷たい空気と暖かい空気、はいはい、でそのどっちの空気を温泉が共演するかによって寒冷先生と温泉先生が決まって、はいはい、寒冷前線では冷たい空気の方が暖かい空気に応援されて、はい、で温暖前線では暖かい空気が冷たい空気に応援されて、なるほど、はいはい、なんで、こんな感じになって、寒気が寒気の方にここなんですけど、はいはい、寒気の方に応援されてガーッと入ってくると、はいはい、一気になるほど、雲が出て、はい、積乱雲、はい、まあ、雨がたくさん降ると熱が出ます。で、こっちの温暖前線だと、はい、暖気が上の方から暖気にこう触っていく感じで、触っていく、うん、それが、ここで渦を巻いて上昇するから、
目がして渦巻いてて、あーみたいなことは、うん、なるほど。あ、目はないんだ。あ、目ないわ。なるほど。あ、それは大きい。はい。はい。台風の周りの冷たい空気と台風の暖かい空気の温度差で構造が熱帯低気圧でも温帯低気圧の形に性質が変えられてしまう。なるほどなるほど、そういうことを言ってる。熱帯低気圧に変わるわけです。はいはいはい。あ、いいですね。はい。はい、じゃあ OK です。はい、じゃあ OK です。ありがとう。はい、いいっすよ。はい、2班はね、結構発表の仕方をひねってますね。あの、なんですかね、一人一言貿易のやり取りをしているのが温帯という場所なんです。
ことは熱帯と寒帯の仲介役としてブローカーそういう場所でできる必ず境界線ができますよね。こっから一線越えたらこうですよ。簡単にあなたに行くんですよ。こっちから一線越えたらあなたは簡単から熱帯に行くんですよ。その境界必ずできるんです。その境界にそれを全てこう集約するように集めるように定番のようにこれを中心にやってくださいねって言ってるのが本体的だと思います。本体でできてるからまあそれはそうですよ。その通りですけど地球全体から見たらどういう役割の周りなの、あなたはなぜお前がって言ったらそういう役割を与えられてるんですよ。この金の格差みたいなのなくすためにかかるよという表現も可能です。はい、でもまあそれぞれね、あの2班は一人一人温帯低気圧でしょと言ってくれましたけど、それ全然いいんですよ。いいんですよね。まあでも1班と2班では分かったと思うんですけど、シンプルなことほど説明の仕方をばらけるんですよ。でばらけどれくらいばらけてるか、その幅をいっぱい持ってるとこに3番、4番になってくると、もう説明の仕方が結構縛られてくる。ある意味、話がややこしい。はい。だと思います。じゃあ次3番いきましょうか。はい。あ、休憩いますか。一回、じゃあ5分でいい。はい、じゃあ5分休憩しましょう。